さあ、おーっと、ワンピーグは屋根さんかと思いきや、キツネさんでした。え、これは何位対何位？何位決定戦？5位ぐらい決定戦。これ多分5位ぐらい決定戦。ワンピーガーがキツネと4位ぐらい、4位決定戦らしい。4位決定戦はキツネの屋根あれと南の こだわりの、あーなるほどね、上位決定戦か。ここ南のさあ先方サガットで荒らしに行って、その後はジョーとハオマルでちょっとやりたいことやるっていう感じ。ちょっとちょっと、ひどい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 、お互いひどい、上位とは思われへんぞ、だいぶひどい。さあようやくまともな試合が始まるか。さあ僕結構ねギース使いづらいと思うんですけどね、ギース使える人は結構尊敬しますね僕。マジでギースを 使いこなせてる人は尊敬します。使えてるんじゃないかな、ちゃんとギース使って買ってる人ね。いやどんなんちょっと使います予定だったら俺も A ギース使ってるやん。ちゃんとこうやって結果出してる人はすごい尊敬できますね僕。あちょっと今の尊敬できない。さあジャストジャストジャストからの、さあおっと立ち上キック、下段当て身を読んで立ち上キックか。さあちょっとそれっぽい。よしギースって不思議なキャラですよね。ダブルレップで押し返すのに自分は近づきたいから台足に近づくって、どっちやねんみたいな。おいものすごい距離で、今ものすごい距離で当て身、やると思ったでやると思った。なんでレップ出してんの、そこは当て身でしょうやっぱり。さあようやく まともな試合が見れるのか。下がっと大将、あー無理や、大将ハオマレかまともな試合見れへん。ちょほらちょっとみんなにこの音聞かしちゃって、もうずっと大パン擦ってる音ですよこれ。もう今のラウンド開始した時からずっと大パン押してましたからね。すごいあれ跳ね上がるね、その台足大パンか。ほら南さんでよかった。あ今ぶっ放すかと思ったのに、南さんここになっていきなり真剣やん。ひどい、これは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 ひどい。さあこれが準決勝になるらしいですね。 1P 側がタクさんと、これ 2P 側はデガ様、 2P 側は RCK。 さあお互いサブキャラで、しかもシーグル結構いい感じのキャラ使ってますよ2人とも。さあイオリブランカはこれ結構ねゲージ溜まるまではブランカ一方的にいけるんですけどね、イオリはゲージをレベルに溜めてからなんとか勝負できますって感じ。それでも結構厳しそう。さあおっとこの前転前転で無理やりね荒らしていかないと、もうぶっちゃけブランカに差し手段ないんで、逃げて逃げてローリング待ちしてるふりして一気に近寄って前転で荒らす、そういった感じで。でもそれも基本的にブランカのミス待ちになっちゃうんでね、ガードのこういう感じですね。でミス待ちをしてるんだけどもイオリがミスっちゃうともうどうしようもないっていうね。そうこういうの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 決めていかないともう勝てないっす。そしてもう一回しっかり、さあちょっと登るかな、残らない、しっかり。さあタクさんしっかりガッツポーズ。さあしかし中堅はイオリなんだけどね、これ結構さ波動昇竜キャラって自分の体力ない時って逆に強いよね、なんか変に硬くなるから無駄になんか反応が、俺こんな対空出たっけみたいな、そんな感じになるよね。でこう
すごい硬いもんね、やっぱ動きが慎重になるからその分強いと思います。あーっと、しかし青い花が引っかからずにしっかりと垂直から反撃。さあ、イオリチュンリー、これどうなんですか、三田村さん。ゴブ、チュンリー側は何を狙う、チュンリー側の方がやりにくい。チュンリー側は基本的に何狙っていく感じですかね、これ。カウンター狙い、コパンカウンター狙い。さあ、おっと、しかし RCK もちょっとやり込み不足でコンボが出ない。もう出ないなら出ないで青い花まで入れ込んじゃっていいんじゃない。諦めてるから最初から。さあ、表、そして今の青い花は俺の意見を取り入れてやったのかと思いきや、まあコンビスっぽかった。だって途中で終わっちゃったもんね。さあ、今の飛びは対空がちょっと出しにくい高さだから。お、なんで前転しない、なぜ前転しない。そしてしかもだいぶ妥協した。反撃はだいぶ妥協したけども、まあとりあえずダメージを取れればいい。うまい、ちょっと今の対空うまいし、たくさんもうまかったんだけど、やっぱりここはそう、高いサブキャラやね。 K さんだいぶ対空出ますねこれ。まあたくさんのちょっとコンボミスはサブキャラっぽい感じがして、すごい笑みがちょっと三田村さんからすごい自虐が。さあ、おっと、タッチューパンチで、お前そんな距離から手を振っても無理なんだよとアピール。さすがベガ様。さあ、はいはい、さあ3段決めて、おっと、置き攻めはステップでアパカを読んで回避かな。ありがとう。どこら辺が、さあ大将、探さが、これはちょっとやっぱメインシーグルのたくさんとしては負けれない試合ですねこれ。最近探さがたくさん得意、そんなプレッシャー与えていいのか。さあ RCK さん、ちょっとこれしんどいかな。レイド先に食らって、しかもまだもう一回レベルに余裕で溜まるからね、この体力やと。さあ、じりじりしたカップエスでもかなり高カードと言われてる。下がった下がったシーグル同士、もうこの体力になるとタクさんは無理して飛ぶ必要はないからね。対空を3つ、はい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 、あーっとタクさん、さあパカ、こういうのも K さん結構しっかりしてる。しかし、しっかり見てた対空、この時を待っていたと。さあ、これが三欠ワンピーガーが、さあ、出よ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 、南さん、そしてツーピーガーが惜しくも敗れてしまったベガ様こと RCK。さあ、飛びに大パンチ使いましたね、だいぶ新しい。さあ、シーグルといえどもブランカはメインのエアレでも使ってるからかなりいやらしい動き。そして南さんの K サガットも昔メインで使ってたからそこそこ動けますよと。今でこそシーグル上でゴリゴリやってますけど、実は昔はね、K アレじゃないけど K サガットキャミ上でそこでも上履いてたんですけど、それなりにねいやらしいプレイヤーではあったんで。南さんが一番強いのは、あの7連敗ぐらいしてイライラし始めて、いきなりキャミーが動かなくなった時が一番強いですね、南さん。キャミーがいきなり動かなくなったから、なんや捨てゲーかなと思って近づいたら、ダイヤショー射程内に入った瞬間、ディアーって言ってキャミーがダイヤス出すんですよね。なんやねんと思って飛んだら、それも対空ダイヤシでディアーって落とされて、ダイヤシしか落とないモードが。これが強いんやろって言わんばかりにやるんですけど、そのモードになった時は南さん一番強いです。
さあジョーはちょっとやりたいことを狙いすぎてちょっと器用貧乏的な感じでね勝ててない感じもありますけども、南さん実はコンボさえできればめちゃくちゃ強いプレイヤーやと僕思ってるんですよ。そうなんですよね、ただツンデレなんですよ。ヒット確認からちゃんとコンボとか決めたら結構攻め方とか独特で強いと思うんですけどね、ツンデレなんですよね、ただツンデレなんですよ。だってシーグルでブランカ使ってる時とかも めっちゃ置き攻めとか設定して絶対バックステーね、サブバーで逃げてゲージ並みに走るでしょ。もう KOK 先生もあれを見て、南さんのブランカ徹底してるな、置き攻めせえへんって。いやこれはだいぶ徹底してるな、無駄なダメージを負わずにゲージ溜めに徹底して素晴らしい。そう、ゲージ溜めっていうメリットしか取らないっていう。おっとちょっと RCK 先生タジタジといった感じで、もうちょっと出さずにはいられない、そういった感じをしたキャノン。さあ下がったのゲージがない間しかダイパンは触れないぞ。さあしかし実はハモーマルは打高高いように見えて下がったの立ち役パン当たりませんと。さあ最近僕もひそかにハモーマルブーム来るんじゃないかと思ってるんですけど、し A ハモーマル絶対強いっすよ。えてかちょっと南さんさっきから全く大工出てないっすけど、対空せない全一の僕が言うのもなんですけど。さあ上キャノンじゃない、上キャノンじゃない。あーそんな、そこで負けるか。ということで4位は南さん。さあ決勝戦です。決勝戦だけ特別、決勝戦だけどみんな見てない。さあ決勝戦だけどみんな見てない特別ルール、決勝戦はエボみたいに日本選手と、キツネが言い出した日本選手、突然ちょっと自己負けしたくないというキツネさんの、あ多分今日本選手でよかったわって思ってますね。あ今多分もう絶対日本選手でいいやって思ってるであろう上り中段。さあテリーが何事もなかったかのように、さあ今これだけ見たらタガットがレシオさんなんかなと思うような光景ですけどもね。タクさんはレシオ1チュンリーとレシオさんタガットなのかなと思うような光景ですけれども、タクさん実は先方戦負けちゃってますこれ。さあ大足おもむろに、うわもうやらしい、やらしい、もう動画に乗るからってタワーダンク入れようが何入れようが、え、そうタワーダンクの方がでかいんじゃないですか。え、じゃあバじゃあ7ダメージパワーダンクするん、ピオリシーさすが南さん違うな、やっぱやること言うことが違う。キツネさんここででかい花火を一発ぶち上げ、ぶちまけてくれ、ぶちまけたー。最後は上り中段かなんかで一発でもいいからダメージ取りたかったんですけどね。いやどうせやったら体力ゲージオレンジにしたかった。なんか体力ゲージ黄色の状態とオレンジの状態って精神状況だいぶ違うやん。さあ気づけば一気に体力減らされて、さあタクさん結構競技一戦うまいですね。はいはい、怖い怖い怖い、ちょっとなんかミスったらデッドリー来るからね、安い安い安い。さあとりあえずキャノンで前放つ、出よう出よう、2発目が痛い。さあおっと表と見せかけてめくり、今のはわからない。ああ今ちょっと、あ日本選手にしたらよかった、やっぱ間違ってないわ。安心して戦えるわ。三田村さん言うね。
本人反対側やからって言うね結構これ動画で見れるんだろいや聞こえてるしな多分さあしかし狐優勢さあバカがしっかり出てるよおっとおっとおっとあーあーダメージ狙って上キャノンにしたのがあだとなったそういった感じ交代いや交代しないこのままこの方はどんなプレゼント選ぶんやろうさあどうなんでしょうかねさあ決勝これでキツネが勝てば問題なくキツネ優勝ということになりますけどもタクさんがここで勝つとねまだ分かんないですからねさあ一人青い花バックジャンプ大パチジャックジャックさあタクさんの青い花の入力がすごいグリ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 ってなってるいや、なんで今教えてくれたなぜか今、みなみさんがテリーの手投げからあの、ショージャンプでクラックシュートで裏回りそんな、クラックシュートで裏回っても丸見えやんクラックシュート結構着地の付けあるからショージャンプでええやんさあ、ダクさんはレバーをいっぱい回してコンボを狙ったが出なかったあかんわ一言あかんわって聞こえましたさあ中堅はしかしこれテリーはね実はチュンリーのスピニングバードしゃがんでても当たっちゃうんでしかもその後の反撃壊し入ったところで反撃がね安いんでねテリーはさあだんと安定行動と言わんばかりに連山ジャストしてタッチジャッキックパーパワーダンクいやどうなんですかそのリスクでかいのはいはいさあしっかり砲翼からさあド安定の百列ねあれねデッドリーとかぶっ放されても勝手に一歩的に勝ちますからね百列がさあちゃんと時間差し起き上がりしといてよかったよと裏回り見えなかったけど見えたよとさあ、あっとこれはちょっとたくさん危険あうまいジャストからとりあえずガークラ狙ってるキツネをタッチャクパンチ追い返してさあ前転で対空回避さあなんとねこのギースのねジャンプジャッキックが上から覆いかぶさるように来ると元キックに一方的に勝っちゃうから瞬時対空しんどいんですよねあれまだキツネさんのやり込み不足さあここでようやくデッドリー出ましたおおおお今のは百列を読んで当て身をしようとしたけど出なかったって感じですねしかもたくさんの百列も出なかったって感じですねお互い出てないですねこれさあそしてタッチューパン読んだ当て身だったんだけどもたくさんは歩いて投げこれも瞬にとっとと死んだ方がいいですねほんまにゲージだけ溜めて中途半端に下がったゲージ溜めちゃうとめんどくさいですからねこれさあしっかりレベル3溜めて死んだ仕事はこなした下がったのゲージも全然溜まってないしありありさあカプエスの高カードその3手上げ手上げいや僕結構好きですよ見てる分にはどっち側の視点で C の視点で腹立つからブッパレイドも出しちゃうよとさあ待ってましたと分かりにキャノンさあしかしここでタクさんもおおおおバックジャンプチェーパンチで余裕を見せつけるさあしかしキツネってかケーグルあかんでゲージ2回たまんのおかしいやろケーグルだってレベル3消費2回出せるいうことやん1試合にレベル6ってことやろさあ最後は先手に中足引っかかって勝ったのはキツネさんおめでとうコングラチュレーション